おはようございます。おはようございます。今日はお願いします。よろしくお願いします。いきなりな感じなんですね。もうずっと回してるんで、はい、なんかカメラ気にせずで普通通りに、はい、ちなみに今日はどういうスケジュール？今日は昼ニュースをやった後にワイドの一部から2部と3部の天気も担当します。今日は結構ハードスケジュールな日で。おはよう。同期の撮影です。そう、撮影なんか1日あ、そうなんですね。おはようございます。今日はイチジクを食べに行ってきます。お、中継？そう、今日中継なんです。あ、そうなんですね。そう、昨日梨だったし、ね、梨だったし、金曜中継もグレープガーデン行くから。中継頑張ってください。はい、お願いします。昨日新聞の中継をスタジオで見るんですね。そうです。あ、誰もいない。ナース室はいつもあまり誰も人がいません。今日も誰もいないですね。朝あんまり皆さんが使ってないところがあって、ここで一人で反省練習してます。朝多分誰も知らないと思う。聞くけこ聞くけこかくけこかきけこかきくこかきくけ。拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされて、青森町を上り下りなされれば南端の蔵屋通りもただいまを啓発いたして宴会となりまして、団長より大薬師如来も昇蘭あれと頬を敬って、ウイローはいらっしゃりませぬか。以上です。何も見てない、うん、ですよね。なんかこれウイロウリって言うんですけど、内定者研修の時に先生に覚えましょうって言われて覚えて、これ言えると滑舌も良くなるというふうに言われて、そっからはなるべく毎日やるようにしてます。ちょっとメイク直して来てもいいですか？夕方ワイド新潟一番は午後3時48分スタート。新潟のニュースは6時15分からお伝えします。新潟からお伝えします。記録的大雨の被害が激甚災害に指定される、激甚災害に指定される見込みであることを受け、ここで声をください。はい、15秒前。新潟からお伝えします。記録的大雨の被害が激甚災害に指定される見込みであることを受け、花角知事は今日の会見で、どのような支援がさらに必要か被災地と検討していくと述べました。天気予報です。こちら現在の新潟市中央区、少し雲が広がっています。今日は各地で曇り空が広がり、最高気温も大幅に下がる見込みです。服装などで調節して体調管理にはお気をつけください。最高気温は平年並みか低く、暑さはだんだんと和らいでいくでしょう。ありがとうございました。こんな感じです。昼ニュースはすごいですね。ちゃんと時間通りに尺はしっかり準備して管理してるので、それ通りにやれば問題なく終わるんじゃないかなと。ありがとうございました。仲いいですか？あ、仲はいいですよ。仲いいです。はい、同期が、まあ、数少ないっていうのもありますし、まあ、最近はお互いなんでしょうね、予定とかスケジュールも全然合わなくて、あんまりプライベートとか休みの日とかにご飯行こうとかないんですけど、入社当初とかは結構同期みんなで集まってご飯食べ行ったりとかしてましたね。そう、最近の印象なんですけど、ものすごい麺ばっかり食べてるなって
お昼時間になるとちょっと立って何か持ってきたと思ったら、まあ、コンビニとかで買ったなんかラーメンサラダみたいなもの、それをいつもすすってるのを見えてて、あ、今日もすすってるなと思ってます。ありがとうございます。はい、みさんが無料ランチって来てくれました。優しい。そうだよね、お腹空くかなと。ありがとうございます。私の密着じゃないの分かってんだけど、しゃべるね。水曜日は MC の日だからあんま食べ過ぎちゃダメなの、昼ご飯って一応考えてるね、それレシピがありますよね。そう、夕方レシピだけど、今日はあのスイーツの日だからお昼もちゃんと食べていいっていう。今日スイーツなんですね。そう、なんかちょっと嬉しいラインナップだよね。そう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 、お子様なんて全然遠の昔に通り過ぎてきたけど、いくつになってもね、好きなものは変わらない。そうです、最近は麺しか食べる気が起きなくて麺ばっかり食べてます。今日は違ったんですか？今日は麺だったんですけど間違えて買ってきちゃって、でも今日はこのテニーの無料ランチがあるということなので豪華ですよね。それをいただきたいと思います。ちょっとインサートの撮り方わかんないんですけど大丈夫。ご飯もたっぷり。他それ少なめ。あ、少なめ。ご飯？少なめのがあったんで、ごめん、たっぷりの方が良かったかな。いや、たっぷりに見えました。油揚げ。なんだこれ。油揚げ。卵焼きだよ。あ、これ卵焼き。油揚げかと。油揚げどうやって。ふわふわです。あ、うん、玉ねぎの食感もいいですね。卵焼きに玉ねぎ入ってるの。あんまりね、これ卵焼き？卵焼きです。はい。近い近い近い。近い。あの何秒手振るかみたいなやつ。お、見ました。使っちゃいました。ごめんなさい。使ったんだと思って。せっかくなんで。でも友達がおもろいって言ってました。本当ですか？はい。こんにちは、新潟一番です。1年目に見えないですよねって。あいつ完璧だな。いや、すごいですよ。すごいすごい。